それでは琉球の予想フォーメーションです、3-1-4-2 を予想します。ゴールキーパーは6ターン、3バック右から森、鈴木、藤原、アンカーに平松、そして右のウィングバック上原真希と左は高安、インサイドハーフに岡澤と佐藤を置いて2トップは富所と白井。富山の予想フォーメーション、こちらは 4-4-2 を予想します。ゴールキーパーは平尾、4バック右から大山、脇本、神山、西谷、ボランチは河合と末木のコンビ、右に松岡と左に吉平、そして2トップは今日はマテウス・レイディア、松本のコンビになります。右のウィングバック上原真希と中に運びます。中に運んで高安、カットイン、右足振ってきた、若いゴールキーパーです、平尾。平尾のキック、吉井、左から、おお、吉井狙ってきた、吉平がミドルシュート、左隅に見事に突き刺しました。富山先制、24分、なんとなんと、ちょっと膠着状態になるのかなと思った瞬間、松本には鈴木がピッタリとマーク、いや、ヘディングシュートはクロスバーの上、見どころサイドネット、壁の横をすり抜けて右隅を狙いました。富どころ、1点を追いかける琉球、ホームゲームは1勝1分け、まだ負けはありません。鈴木のパス、白井に通る、白井、松本主審 PK を刺しました。白井の PK 止めた、詰める、決めた、平尾止めたんですが、その後詰めていました。飛びどころ、白井の PK は失敗、平尾のナイスセーブがありましたが、しっかりと詰めていました。琉球のバンディエラ、富所優、富所が狙ってきた、平尾よく触った、ナイスセーブです。ゴールキーパーの平尾、平松、高安、白井とのワンツー、高安裏抜けた、高安、琉球逆転、試合時間63分、高安に今季初ゴール、県出身 J リーガー高安孝幸に嬉しい今季初ゴールが生まれて琉球が逆転。しかしここは森が押し返して上原真希とで奪う、なる、スルーパス、あっとこれは PK、 平尾、白井の飛び出しに平尾も出ていきましたが、白井が先に触って、平尾が白井を倒してしまう形になりました。平尾1枚イエローもらってるんですよね。平尾自分で与えてしまった PK、責任をここで取り返したい。止めた、しかし決まった、ネットを揺らしました、白井触った、ゴールキーパーの平尾でしたが、白井なんという強心臓、白井春と同じコースに2回蹴って、今度は平尾の手を弾き飛ばしてゴール決めました。
水の左足、ドクタン触りました。脇本、そして神山、ここには野田が寄せていきます。左足で吉平を狙ったボール、吉平うまく頭で落として、伊藤が抜けた、伊藤、いやー、これは伊藤枠に飛ばすことができませんでした。ここで試合終了の笛、琉球対富山は3対1、琉球が勝利を収め、昨シーズン2敗した富山に雪辱を果たしました。ホームゲーム2勝目、タピスタに勝利の歌が流れます。